南口西口北側小木久保駅は東京都杉並区にある東日本旅客鉄道東京地下鉄の駅である JR 東日本の駅は上尾木1丁目に東京メトロの駅は小木久保5丁目にそれぞれ所在する JR 東日本の中央本線及び東京メトロの丸の内線が乗り入れ接続駅となっている JR 東日本中央本線の運転系統としては、急行線で運行される、中央線快速、及び観光線で運行される中央、総武線各駅停車の2系統が停車する。また、特定特市内制度における、東京都区内に属する。東京メトロ丸の内線は当駅を終着としている。かつては、東京都交通局の都電杉並線が乗り入れていたが、 丸の内1000回通後の1963年に廃止されている。島式ホーム2面4線を有する地上駅。改札口は新宿側に東改札、三鷹側に西改札がそれぞれ設けられている。新宿側は駅舎が地下にあって地下駅のようになっており、改札口前の地下通路から南北にそれぞれ出入り口がある。また、三鷹側は 京城駅舎になっており、古戦橋を介して、南北双方に出入り口が設けられている。なお、駅の南側には、線路沿いに駆動が通っており、南口及び、西口南側の出入り口は、駆動の駅側と駆動を渡った側とのそれぞれ2箇所に、設けられている。JR 東日本では、新宿側での北側出入り口を北口。 南側出入り口を南口と呼ぶのに対して、三鷹川の出入り口には名前が付されていない。一般には北側も南側も西口と呼ばれている。また、新宿側の出入り口を総称して東口と呼ぶ場合もある。各改札口と各ホームとの間には階段およびエレベーターが設置されており、東改札と 各ホームの間には上下エスカレーターも設置されている。また、出入口と改札口の間には、北口及び南口に、エレベーターと、上りエスカレーター、西口北側に、エレベーターが設置されている。なお、新宿側地下通路は、丸の内線の東端改札にも面しており、東西に伸びる丸の内線の地下通路を介して、 丸の内線の他の改札及び西口で入り口とも連絡している。丸の内線地下通路を経由すれば、駅南側の丸の内線西口のエレベーターも使用可能である。乗り場島式ホーム一面2線を有する地下駅である。改札口は、ホーム東端と西端、ホーム、中央西寄りの3カ所である。ホームと改札口との間は、 東端改札には階段及び上下エスカレーター、西端改札には階段、中央西寄り改札にはエレベーターがそれぞれ設けられている。丸の内線の当駅は開業当初の小木久保線が都心方面へ向かう国鉄中央線の混雑緩和が大きな目的であることから、中央線との相互乗り換えに重点を置いた構造となっている。 東京メトロの管轄する駅及び、東京23区の地下鉄の駅としては、最西端である。東端改札は、JR 駅の地下通路に面しており、北口、南口、小木久ボルミネに接続している。また、西端改札は、西口に通じている。東端側の JR 駅地下通路と西口との、間には東西に伸びる。地下通路が設けられており、 東西の出入り口と各改札口とを接続している。改札口と地上との間は、東端側の北口、南口に JR 駅と共用の階段、エレベーター、上りエスカレーターが西口に階段、エレベーターが設置されている。西口エレベーターは2階レベルで JR 駅の西口南側に連絡している。東端改札に通じる駅看板にはかつて JR ロゴと丸の内線のラインカラー表示の他に、東西線のラインカラー表示も併記していた。これは、東西線を使用する場合、JR 中央線経由となるため、中野駅まで、JR 線の運賃が必要となる。なお、東西線直通の連絡乗車券発売及び、電車の発車ホームは、JR 側となる。かつては、東端改札の西側に、 定期券売り場が設置されていたが、自動券売機において、定期券の新規購入が可能になったため、2011年10月14日を、もって閉鎖された。当駅は、新宿駅、つとむ管区をぎく地域として、近隣の駅を管理している。乗り場発車メロディワンが満運転開始に伴い、スイッチ制作の発車メロディーが導入されている。曲は一番線が、 星の贈り物、二番線が、ハート畑である。JR 東日本、東京メトロの合計の利用者数では、杉並区の中で最も多い駅である。近年の1日平均乗降辞任の推移は、下表の通り。各年度の1日平均乗車辞任の推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車辞任の推移は、下表の通り。おぎの町は、 大正から昭和初期にかけて東京近郊の別荘地として西の鎌倉、東の小木窪と称され、以来文化人が多く住む完成な住宅地として知られているが、駅前周辺は東京で有数のラーメン店激戦地として知られる。また、地域としてクラシック音楽を支援しており、多くのコンサートが開催されている。2000年代後半以降は、 カレーショップが増え始めている。南口には駅前広場がなく、南口に面して線路沿いに駆動が通っており、この通り沿いに路線バスの停留所やタクシー乗り場が設けられている。かつては、福音が狭く、バス、タクシー、送迎車などが作装する状態にあったため、拡幅が行われ2005年に完了したが、朝夕を中心に依然として、 交通混雑が著しい。拡幅後は一方通行から相互通行に変更される予定だったが、安全を有料する地元の反対によって一方通行が維持されている。また、南口から商店街側へ駆動を渡る横断歩道には信号機が設置されていないため、関東バスが委託する警備員が交通整理を実施しているが、歩行者と バスとが交錯して事故の恐れがあり、バスの定時運行の妨げにもなっていた。このため、2004年に東改札側地下通路を南に拡張し、駆動を渡った箇所に新たに階段とエレベーターを備えた出入り口が設けられた。しかし、上りエスカレーターは線路側にある従来の南口のみに設けられているため、駅から商店街方向へは依然として、 線路側の出入り口を使用する利用者が多く、引き続き警備員による交通整理が実施されている。北側南側北口からは関東バスと西部バスの路線、南口からは関東バスの路線が発着している。2010年10月19日より乗り場が一部変更された。具体的には、ロータリー内に設置されている2.3番乗り場の停留場、 歩道側に移設し、ロータリー内を歩行する、危険性を排除している。なお、停留所が、お梅街道沿いに設置されている、西武バスの路線と一部の関東バス路線については、変更がない。ロータリー内中期なきものは、関東バスの運行。折りおぎ 11, おぎ 12, おぎ二の一、おぎ1三、おぎ1四、おぎ1七、おぎ1八系統の交車線用西口を埋め。 街道上中期なきものは、西武バスの運行。校舎扱いはロータリーに入って行い、階層でロータリーを回った後乗車扱いをする。セコニック周りの小木15と小木15からには、年末年始期間は運休となる。ロータリー沿いを埋め街道上8番乗り場からすべて、関東バスすべて関東バスの運行。 2010年頃の奥義の植え込み注釈、出展報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。